OK OK。いつもならイケてるドライブが多分コース入って止められるとか出てくると思うから、これは絶対出てくる。一応強くドリブルして、強くドリブル、ラスト。止められた、下がった時に追いかけてきた、この時にボールの方にいたら1個ロール、こっちに来たらそのまま抜きに行く。前出せ前出せ前出せ前前前、あ、オッケーオッケー。パスしてちょっとピック来て、ショー出ずにもう下がってるイメージね。でここをちょっとやっつけるイメージでいくから、この辺いたらどっち行きやすい、こうしやすいでしょ。スクリーンセットする人がまずはボールマンのディフェンスが上に行きたくなるような位置に行けるようにまず工夫して、でフェイクしてスクリーンの左足を追い越せるぐらいのところを目標に出して、ここに足が出るとこう来るでしょ、OK、ここにこの足出せたらきついでしょ。ここで大体勝負決まるから、OK、ちょっと遅れる、でこの人と勝負っていうシチュエーションになるから、先にスクリーナーの方行くね。目標はこの人を1秒スクリーンで止めとくぐらいしっかりセットして、ホールドって言うんだけど、このディフェンスを1秒ここでしっかり止めて、そしたらアドバンテージ生まれるから、1秒ホールドしっかり止める、この2対1のシチュエーションができるから、この時にディフェンスがこうなってたらこうなってるのをこうさせたい、こっち向きロールしてってやったら、ここのパスコースが見やすくなるから、いってこうさせといてこっちアタックしたらこうなるから、一瞬ブロック遅れるから、こうなってたらそのままアタック、こうなってたらここでさっきのやつ足出しながらインサイドアウトで、こうしてこっち行くつもり、足見る、そうで、こうしてこう行くイメージ。OK、 1秒経ったらここしっかり走ってって、ここ、その時に3人が一直線並ぶ位置来るとパスが難しいから、チェストパスもらえる位置でしっかり走ってあげて、進んでってこうなってたら前足攻めたいけど、さっきやったけど変わんなかったらこっち攻めてって、こっちとラストもう一個チャンスあると思ったら、こっからこっちにパスしてあげて、ブロックさせて、これでパスすればあそこチャンスあるから、ファイトオーバーさせる、しっかり、オッケー、オッケー、あ、いいね、よっしゃよっしゃよっしゃ、ショーを出て追いかけてって、でまあ出た人戻って、うん、ファイトオーバーさせる位置でフェイクして、そこまで一緒ね。この後ちょっと違うから、このスクリーンの人先行くよ。この人は出るでしょ、自分のディフェンスがセットしたら、今度クイックダイブして、セットを使ってすぐすぐ OK で、ここのズレ作って、次ユーザーのとこね。さっきは足の位置ここって言ったけど、これだとこれぶつかっちゃうから、今度はもうこの辺でいいから、来させといて、もう最初から逃げて、でいけるならここで出すし、逃げといていけるならここ割ってってもいいし、 OK、 リトリートでスペース作る、はい、行こう。左手難しかったらでもいいし、まあいけるなら左手フックでもいいし、もしいけるんだったらここ破っていいからね。ここチャンスがあると思ったら下がっといて、ここやっつけたらもうこっち5対3だから、ここチャンスあるから。一番ダメなのは来たから止めて、ここでこう困るのが一番なしね。今度チームで協力しやっつけるね。逃げといて、OK、
こっからこれだと簡単にパス出せるから、で逃げとく。OK、 この3対3でやってみようか。パス入ってあげたよ、パスタ。よっしゃよっしゃ。でショー出た、クイックダイブ、ここパス来た、あゴールしてられるぞ、ゴールしたってなったらこっちが空いてくるから、こう来たらここをこっちのポジション取って、しっかりここ取ったらこれまず入るでしょ、これ向こうでもいいし、このままこう来たらここでこういけるから内側入れるようにして。 OK OK OK、 おファール OK、いいね、OK、 4対4でちょっとやってみて。じゃあここでつなぐ役の人、ちょっとこの辺からスタートしてみようか。でショーを出た時にあそこまで行けないと思うから、だからこの辺でつないでこっち狙うとか。 OK OK、 最初からいるんじゃなくて今度つなぎに行ってみて、早く逃げろ、ショー来るから早く逃げるんだ、早く逃げろ早く逃げろ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 。 OKOK OK 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 OK、 そう次次次ほら次行け、 OK、 よしよしよし OK、 あクローズアウト OK OK、 今みたいに1回で絶対うまくいかないから、つないでダメだった時に逆サイ展開してまた次の動き入ってばいいから、絶対に1回でうまくいかないから、ちょっとしたズレを作って、そのズレがちょっとずつ大きくなって最後レイアップとか最後いいシュートが打てればいいから、1回目でノーマークはもうできないと思ってた方がいい、1回で失敗と思わないで、ズレをちょっと大きくしていけばいいから、今ので OK、 今ので必ずここに出して、でここいいよ、でクローズアウト、次も約束、その後ミドルライン側ドライブして、必ずで必ずドライブさせるから、ディフェンスはそこもボディアップで絶対止めて、で止められた時にボールなくしたりドリブル止めないように、さっきのやつ足入れてリトリート、はい、そっからここから本番、ここから3対3、攻めてもいいしピック行ってもいいし、で止められた時慌てないようにプレーできるように、いいです、クローズアウトだぞ、クローズアウトクローズアウトクローズアウト、はい次、狙えなかったけどな、ドリブル残してる、ドリブル残してね、よっしゃ、ちょっともう一回やって、もう一回やって、悪くないんだけど80点ぐらい、止められた、下がった、一回これでこっちからこっちやっといて、ここ来ればアンダーしにくくなるから、来たら一回逆狙ってみて、スクリーナーの、オッケーオッケー、あーとー、オッここでナレーションをつけて先ほどの5人の動きを解説していきます。なおこの練習ではエントリーをシングルドラッグから始めていますが、ここでは説明を省略いたします。シングルドラッグのエントリー方法についてはドリブルドライブモーションエントリー編で詳しく説明していますので、ぜひそちらを参考にしてください。今回はこのようなフロアバランスから始めます。2名サイドで2対2、3名サイドで3対3をひたすら繰り返していくイメージです。はじめに1番が2面サイドにいる4番にパスを出します。ボールが2面サイドに振られたらコーナーにいる2番がウィングに上がります。4番は2番にパスを出し2対2のピックアンドロールに入ります。この時3面サイドではオフェンスが止まっていると自分たちのディフェンスがヘルプに寄ってしまうので、
1番と3番はそれぞれポジションをチェンジします。ディフェンスがハードショーに来れば練習通り4番はエンドラインに向かってクイックダイブ、2番は逃げる準備をします。2面サイドのピンチは逆サイドの5番がボールをつなぎに行って助けます。この時5番から4番へのハイローもあるので、チャンスがあれば積極的に狙っていきましょう。5番がウイングに向かってドリブルを始めたら、そのタイミングで3番はバックカット、もしくは1番のディフェンスに対してダウンスクリーンをし、1番はコーナーからウイングに上がります。5番が1番にパスし、そのままスクリーン、カッティングした3番は同じサイドのコーナーにリロケートします。1番がドライブをしたら5番はゴールに向かってダイブ、3番はウイングにリフトします。この時2面サイドではオフェンスが止まっていると自分たちのディフェンスがヘルプに寄ってしまうので、4番が2番に向かってフレアスクリーンをかけます。1番の選手は自分のドライブ、ゴール下への合わせ、フレアやリフトをした選手へのパスを狙います。チャンスがなければ3面サイドのピンチは逆サイドの4番が助けます。フロアバランスを整えたら最初の入りにつながります。このように2面サイド、3面サイドでピックアンドロールを使い、オフェンスを繰り返していき、チャンスを狙っていきます。ここからはシャクのコーチによるポイント解説です。シングルドラッグから OK、 ここは下がってるから一回まず狙いながらね、まあでもここは流して、はいダメだった、はい続き OK、 ストップストップ。この時にそこをしっかりスペースまず取っておくね。フラフラ詰めちゃうとディフェンスも寄りやすくなっちゃうから、しっかり逃げながらチャンスあったらそこ狙うね。入ったら今そこにヘルプにゴール者来てる人いるから、ちょっとディフェンス遅れてシュートでもいいしドリブルして、やったら逆サイこういうチャンスも生まれるし、つなぎに来たこのパスまずしっかり狙うね。 OK、 これにディフェンスが戻ったら次行くぐらいでいいから、オッケー、次、次。攻めろ、攻めろ、攻めろ。この時にちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。まずここしっかりさっき言ったね、前足アタックしながら、できればそう逆サイはフレアのスペース開けたいから、そう直線的にいける。オッケー。そこスクリーンした後は、この時にここ入ってる。ここの2対1しっかり作りたいから、走れ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 、2人の間狙っといてここのチャンス狙ってもいいし、ドライブ行ったらこっちに走る、こっちに OK、 そうその時にちょっと上がってあげて、ここリフトしてあげて、そうこの人と被っちゃうと、あのね、ここが3人ぐらい同じ直線上にいることになってるから、アングル作ってあげて、さっきみたいに普通にパス出してもいいし、ダメだった時にインサイドアウト狙いながら、ダメな時にこっちからピボットして出せば開くこともあるから、スクリーンした、で1回コーナー下まで下がる、ドライブにスクリーンに合わせて、そうリフトして、ここがこう来れなかったらここがチャンスだから、でここに来たらこっちもチャンスあるし、でもここはあの最後のパス戻すところのイメージでいいから、最初から狙わないで、最初から狙うとそっちのチャンスなくなっちゃうから、オッケー、オッケー、おー、惜しいね、いや、次次次次次、オッケー、ストップ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 、ダメだった時にやべえって思ったのがみんなに伝わってるから、出せなかったらすぐもう一人のビッグマンにパス出して、ここもなんかあってダメ、あ、ダメだと思ったらここ二人でパス交換できるようにしてみて、それミスだと思ったら相手がどんどん狙ってくるから、バックアウト狙った、ダメだった、そうで次次次次次次の動き、次の動き、同じ動き入れるから、絶対100点満点のオフェンスが80回続かないから、ミスは起こるから、多分 OK、 うまくいかないタイミングなんか絶対あるから、そういうことが起こるからゲーム中に気にせずやり直して、俺ここ出ないし、そこもうまくいかない、あっちもダメの時に4番もらって、もらってパスで、こううまくいかなかったらもうあとガードこれでもらいに来てあげて、残り時間少なくなると思うから、最後ここで勝負できるように、ここ最後も行くつもりで攻めて、逃げてパスか逃げて自分で攻めるか、ピック、フレア、
OK。第3部の練習内容は以上となります。今回ご紹介した動きは、マッカビモーションオフェンスをオレンジサンシャインズ風にアレンジしたものになります。興味を持った方は、マッカビモーションオフェンスについて調べてみてください。また、シャクのコーチによる指導を体験したいという方は、概要欄にリンクを載せておきましたので、そちらからご連絡をお願いいたします。最終回、第4部では、ファイブアウトオフェンスについてご紹介いたします。東京オリンピックで銀メダルを獲得したバスケットボール女子日本代表のオフェンスを参考にファイブアウトを練習してみましたので、次回もどうぞお楽しみに。この動画の内容が良ければ評価、グッドボタンをよろしくお願いいたします。オレンジサンシャインズのチャンネル登録もぜひお願いいたします。